小総省は、新末民発の政治家、外交官。字は、中は。抜け三次の家庭に生まれる。1899年、日本に留学し、第一高等学校を経て、東京帝国大学法科に入学した。同時期に留学していた、総助林と信仰を結んでいる。その後、明治大学でも法学士を習得した。1903年に帰国し、 北京新士官教習、法律監査を収む官となる。1905年、東安氏と共に、日本の刑法を訳出した。さらに、勝負省女はじめぶりによる、商法編纂を補佐し、県政編纂官編成局副局長に昇進している。1907年、東三省総督に、女性省が就任すると、これに随重した。1909年、 北京内情純景庁進むとなり、その後、法律編纂局編集、内閣法制委員副氏を歴任した。1911年10月の、侵害革命勃発後には、当将棋に随従して、南北和平交渉に参加している。中華民国成立後、少総省は、総統府秘書兼法制局局長に任じられた。1912年7月、陸自律省内閣で、 司法総長として名簿に搭載されたが、結局承認を得られず、代理委員長に転じている。1914年2月、孫法臨時内閣において、司法総長に正式に任命された。翌年、遠政外が皇帝に即位しようとすると、昭は司法総長として、光安会の違法性を否定した。遠政外死後の1916年6月、その後、 中日特命全権行使に任命され、日本に赴任する。日本では、西原借款締結のため西原亀三としばしば交渉し、日本政府との間で軍事協定の締結も行った。さらに、三島半島における日本側の権益を承認している。また、陸周五氏と共に暖気水に対して、対独戦線を進言した。1919年のベルサイユ会議で、 三党問題等が論点となる。この時、それまで日本に対する情報的な態度をとっていた、小曹昭は、曹樹林、陸州五氏ともに、売国奴として世論から求断されることになってしまった。同年の54運動において、総の邸宅は、デモ隊により焼き払われてしまう。さらに、たまたま帰国して、総の邸宅を訪問していた昭は、 デモ隊から暴行を受けて負傷している。結局、翌月10日に、アキララ3人は、役職から罷免されてしまった。以後、小総省は、政界から引退する。実業界に転じ中華企業銀行総理、北京通商銀行総理を務めた。北京政府法会後は、長期にわたり、賃貸に空居した。1942年3月、欧雄党の調整に応じて、 河北政務委員会主任委員を務める。また、電力会社の当事長にもなった。日中戦争終結後、国民政府により逮捕されたが、間もなく、裁判を受けることなく釈放され、上海に空る挙した。中華人民共和国成立後も、そのまま上海に泊まっている。1962年10月1日、上海にて病没。去年十四。ありがとうございます。